超最高、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってね。これどういうことだった？ちょっと待ってね。こんばんは、ゆみりんが。何時だ？10時過ぎをお知らせします。こんばんは。はい、ということで今日はベストヒット歌謡祭、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。メールではね、今日ゲリラで配信しますよっていうことと、今日配信しますよ、できますよっていうのをお伝えしてたので、メールを見てくれてる方は待ってくれてたかな、ありがとうございます。今日はベストヒット歌謡祭2022に出演させていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました。やっほー。はい、ということでですね、まあいっぱいお伝えしたいことがあるんですが、まずはですね、10時から配信、アフター配信っていうのが LINE ライブで行われてて、みちゅとみーちゃんと、あいこじが出てます。はい、3人でまだ衣装のまんま、衣装のまんま何やらお話をしてるのですが、ここでこの LINE ライブでですね、何やら重大発表があるということなので、私12時ぐらいまでねゆっくり配信するので、多分このねアフター配信は30分か1時間ぐらいで終わるのかなって思うので、全然ね、私ねこの重大配信終わってもね、あのショールームの配信はしてるので、はい、ぜひとも携帯がね1個しかないよとか端末が1個しかないよって方は、ぜひとも LINE ライブ見ていただけたらと思います。はい、あとは LINE ライブ見つつ、私もね今日まだツイートしてないので、ツイートしたいと思います。ダンスメドレー出演させていただきました。キツネ、皆様
かりました。はい、それでは それではツイートしたいと思います。皆さんとりあえずはちょっと私ツイートをしないと LINE ライブが見られないので、はい、先にツイートしてもいいですか。ありがとうございます。まだはいっていうコメントが来てないんですが、ちょっと時差で、はい、はい、それでは行きまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A。 いいね。リュウジ、トモコイ、長沢孔明、グラファン、ナーコ、マケドニア、マス、クリーミー、ユタロン、ローマン、チナヨズ。あ、アシキンさんがリツイートしてくださった。ありがとうございます。見てるかな？見てないかな？きっとツイッターをいっぱい見てくださってると思う。ありがとうございます。また呼んでください。リツイート、エルコ、8月、コタロウ、ソフト、ゼクスト、イケボ、カウントゼロ、アユ、ケン、マーシー、ミッチ、HT48、滝野恵美子、応援アカウント、ヤス、柿蔵、ヒーロー、オータス、ミキネコファミリー、ナララブ、ユッキン、イソケン、タカ G7、ありがとうございます。あ、ベストヒット歌謡祭お疲れ様でした。よかったよ、ありがとう。キツネダンス可愛かった、ありがとう。今日も映えてました、ありがとう、ありがとうございます。素敵、ありがとう。本編もめっちゃ良かったし、裏配信にエンディングのダンスと出番がたくさんでめちゃくちゃ嬉しかったです。あ、ありがとうございます。そうなんですよ、今日はですね、ミチュとマイキューと裏配信にも出演させていただきました。ニューヨークさんをはじめましてでした。はい、ありがとうございました。見てくださって、あ、裏配信めっちゃ面白かった、本当にありがとう。とても嬉しいわ、ありがとう。ツイートができたからね、はい、ツイートができたからちょっとあれ聞こう、重大発表聞こうっと。ちょっとこれだとね、音が出せないんで、1位の方には本日の出演メンバー、あ、今天の声さんが喋ってる。ちょっと私の血管を見てて、みんな私の血管を、私の血管を見てて、よいしょよいしょ、イヤーフォン、よいしょ、あ、困っちゃったよ、よいしょ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 、あれ、よいしょよいしょ、ありがとうございます。聞いてます、はい。ちょっとじゃあ今日の感想を、今日の感想を、なんか聞きながら喋るの難しいなこれ。あ、続いてのコーナーだって、ベストヒット〇〇だって。なんだろう、おしちかかたん、ありがとう。なんか楽しそう、すぐ発表じゃないんだと、なんか楽しい、重大発表もあるよみたいな感じじゃない？来たーねー、とっても楽
知ってるの。あー、うん、ベストヒット歌謡祭は私もう出演させてもらってるし、みちゅがノーウェイマンでサプライズでっていうね、実力でセンターを勝ち取った時のステージがベストヒット歌謡祭だったので、そう、みちゅも一回出演してるし、私も何回か出演させていただきました。そう、今日は、マイキューセンターバージョンでした。いいね、マイキューのあの A メラのくるって回るのが、マイキューはねバレエをやってたからすごく綺麗にくるって回ってて、すごく綺麗だなって思いました。そう、あとはちょっと聞きながら難しいね、喋る難しいわ、難しいな。そう、あとはあの LED っていうか会場のステージのセットの画面っていうかがなんていう映像、セットの映像がはお花がふわーって途中でなって、すっごく素敵でした。すっごく素敵だった。ねえ、映像すごいってね。そうなの、ちょっとマジですごかったってね。え、ほんとにすごかったです、それをほんとに思ったってね。え、素敵、映像照明演出が良かったです。本当に本当にすっごくなんかこの楽曲をの良さをすごく引き立ててくださって、すごかった。観覧倍率100倍って言ってたね、ニューヨークさんおっしゃってましたね。すごい、そうなの、私のいとこもね応募したよって、当たったら行くよって言ってたけど、なかなか当たらない、いろんなねファンの方がいるからね。エンディングも良かったね。そうなんですよ、今回は花は誰のもんだけじゃなくって、あのだけじゃなくって最後のダンスメドレーも出演させていただきました。愛の印よかった。お、ありがとう。愛の印とジャッ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 ジャに出演させていただきました。愛の印可愛かった、ありがとう、楽しかったなんかもう上がってるんだよね、みんなで TikTok も撮ったのに、あれは番組さんの方に上がってるのかな、 ST の方に上がってるのかな、 TikTok みんなでね、あれはなんか TikTok で流行ってるダンスメドレーみたいな感じなんだけど、だからみんなでね TikTok も撮ったのでぜひ見てください。どっちのアカウントなんだろうな、あ ST の方に上がってた、あ ST の方らしいです、見なきゃ見なきゃなきゃねえ、あの狐の綺麗なお姉さん方は北海道からいらっしゃったのかな、ねえ、よかったよかった。ああ、トシさん予想外だったね、本当にあの登場はかっこよすぎるよね本当にめちゃくちゃすごくかっこよかったです。
本当にすごかった。本当にすごかったです。紹介 V の時に流れたクライミングカット、そうそうそう、 STU もね、ちゃんと紹介 V を作ってくださってて、そうなんです、嬉しいよね、クライミングも流してくださって、すごい BiSH さんの後、ちょっとすごく、あ、すごい BiSH さんの後にすごく緊張しました。でもその分次の曲なので、舞台の裏で待ってるんですけど、すぐ裏で BiSH さん、聴けてよかったです。この曲すごい好きなんですよね。あ、そうなの、 NMB さんは会場がね別だったので、そうなんです、お会いできなかったんですよ。ちひさんお会いしたかったんですけど、そうなんです、いろんなねものを用意してたり、セットが特別だったりしたので、そう、またあそこの会場じゃないところで、そうそうされてたみたいなので、でもね見てました、なぎちゃんのモノボケを見れた、見ました、面白い、めちゃめちゃ面白かった。リハーサルはね全然違うモノボケやってたんですよ、だから本当にあの時に考えた、ちょっともうすごいよね、そう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 、一瞬で本当に考えてらっしゃったと、めちゃくちゃ面白い、どっちも面白かった。 すがやわ、いや本当に、あとやっぱ会場が違うのと、もうその時に私たちがあのステージ裏にいるですけど、いたんですけど、あ、あれかな、これ待ちだったので、裏にいたのかな、それですごい、その私たちの会場にいるスタッフさん方も、いやさすがだよねって、なんか一言で笑わせてるってね、すごい、本当にすごいよね、面白いねっておっしゃってて、すごい、さすが渚さんだなって思いました。でもセンターのチヒさんもすごく可愛くて綺麗でキュートでね、チヒさんだけ衣装がちょっと布が多くってセンターって感じで、すごく素敵でしたね。あのチーヒーさんだけ特別にな衣装になってて、すごい、 STU はなんかこう人によって衣装が違うっていうのがあんまりないの、みんなでね同じデザインの衣装を着てるので、なんか人によってとかポジションによってとか、なんか違う衣装なのも素敵だなって思いましたね。皆さんの投票でね、センターされてるから、それもファンの皆さんもねすごい嬉しいだろうなーって勝手に思ってました。そう、すごいよねー。中盤だって、あ、コメント読んでくれるって、みんな、あ、なんか変なとこしちゃった、これすごい白いとこ、めっちゃ白いとこにいるね、みんな。あ、今ね、私はね、アフタートーク、 LINE ライブでね、みーちゃんとみちゅとあいこじが3人が LINE ライブをしてるんですよ今。そうなので、
こちらもね無料で視聴できますよ。 LINE ライブもかね。そうなの。ぜひ。そう、あのね、もしね、あの1個しか端末ないよとか1個しか見てないんだよって方はね、あのね、 LINE ライブ、あ、 LINE ライブで見れる。そうそう、 LINE ライブもうね今配信してるよ。10時からだからもう30分くらい配信してる。中盤って言ってるからってことは1時間あるな。これは13時までやりそうなやつです。はい、そう、重大発表ってなんだ。あ、今日のメイクはメイクさんにしてもらった。 いえ自分でしました。でもリップだけ本番前にちょっと足してもらったので、今メイクさんのリップがついてます。キャプテンがいた。そう、みちゅとみーちゃんとあいこじが配信してます。あいこじめっちゃ髪伸びたね。伸びたね。あいこじこう会えるかな。伸びたね。切るのかな、切らないのかなね。あ、重大発表はねまだしてないからね、今から見ても間に合いますよ。ジューメイクなのかわいい。本当にありがとうございます。基本はね自メイクなんです。みんなそう、髪の毛はヘアメイクさんにやってもらいます。そうなの。今日はすごくさ悩みに悩んで、マスカラはキャンメイクのやつにしました。一番昔から使ってるやつ。ちょっと黒すぎず茶色すぎず、でもね焦げ茶みたいな感じの色なんだけど、見えないか見えるかな、見えないか。なんかこう黒すぎないから、こうなんだろう、なんか私も目が真っ黒じゃないって、結構ね茶色なので目の色に合う感じで、すごく馴染むので好きな色なのと、あとはなんか伸びがいいっていうか、そうので好きです。キャンメイク、これはめっちゃ初期の頃ひなちゃんに教えてもらったかな。ひなちゃん、そうだ、めっちゃ初期の頃ひなちゃんが使ってて、これ教えてもらった。同じやつ買った、ひなちゃんと。ひなちゃんだった気がするな。結構ひなちゃんとかふーちゃんとかのメイク道具なんかちょっと使わせてもらって、めっちゃ合うとかね、なんか買ってたりする。そう、腹筋、ふーちゃん元気かなね。ふーちゃん元気かな。何か今日の裏話ありますか。あ、たこ焼きをベストヒット歌謡祭さんの公式ツイッターとか見てる方はご存知だと思うんですけど、差し入れがにたこ焼きがあって、一人一個なかったから私はみちゅと半分こしました。4個ずつ食べた。でなんかソースをかけに行こうと思ったらソースがもうなくって、マヨネーズしかなかったんです。だからもう何もかけずに食べました。そう、
通の、でもなんか明石焼きみたいで美味しかった午後一もあったよね。そうなんかね、私たちね楽屋が少し離れたところであったので、なんかその公式さんが載せてるなんかケータリングみたいなところじゃなくって、でもそこからスタッフさんが持ってきてくださって、そういっぱい持ってきてくださってありがとうございますって感じだったんです。そうそう、だからそうなの、午後一はね食べてないです。あ、スタッフさんが忘れたの、たこ焼きのソース取ってなかったんだって。あ、そうなの。あ、待って、重大発表するってみんな、こちらをご覧ください。だって、なになに、特報、始まりは5年前。ST48 はスタートしました。え、なに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 、一期生、あ、私だ、ドラッツ3期生、あ、みんな泣いてる。2期生研究生、あ、みんな泣いてる、おめでとう。結成から5年お、うわすごいいい映像。今だからできる。今しかできない。はい、というわけではい、 ST48 3期生のオーディションがスタートします。あ、詳細が LINE ライブ出てますよ。募集期間この後23時からだって。12月9日の23時59分まで。二次審査は1月8日1月15日、最終審査は2月中旬を予定だそうです。12月9日23時59分まで、はい、やっと来たかね。この後、この後からです。はい、多分どういうオーディションになるかわからないんですけど、この書き方は一期生ぶりに普通のオーディションなんじゃないかなって思います。そう、2期生はね、2期生はねちょっとね48グループでも異例なオーディション、ファンの人が最終的に選んでるので、その私たちの一般的なオーディションの仕方ではないんですよ。そう。あ、で、まあドラフト3期生は沖前空葉はドラフトで撮ってるし、そう、投票でファン、それもファンの人の投票で撮ってるし、アクターズ、今の研究生の4人もアクターズスクールの中からオーディションがあるので、この、え、私もちょっと泣きそうだった、みーちゃんが言ってるけど。そうねえ、泣きせ、嬉しいね、嬉しい、そう、ドキドキだね、ドキドキです。なんかそうだね、
最近歌番組とかに出させていただく機会が多くて、普通に私たちをまだ知らなかったけど、こうアイドルを目指してるけど、シティは知らなかったっていう子とか、歌番組とか見て、あ、このグループに私も入ってみたいなとか、あ、もしこの中に私がいたらとか、あ、なんかこんな素敵な楽曲ができてとかいいなとか、もし自分がそこにいたらってこう一瞬でも思った方、思った子、人、はい、ぜひぜひね、そう、詳細だけでもチェックしてもらえたらなと思います。このあと23時から。そう、私はね、いっぱいでも悩んでいいと思うよ。こうアイドルになりたいとか、こういう世界に入ってみたいっていうのとか、こうもちろん何でもオーディションに応募するのはすごく素敵なことだと思うけど、そう、やっぱりなんか、あ、なんか黙ってるのはごめんね、こっち聞いてるから、なんかすごく大事なことを言おうとしてるんじゃなくて、ごめん、ね、もう終わるんだって LINE ライブが。あ、終わっちゃう、バイバーイ、終わっちゃう、終わっちゃう、終わりました。はい、ということで ST48 の3期生オーディションが本日の23時からスタートします。そう、ついに、なんかこの1年で半年で、なんか STU のこと知ってもら知った人とか多いんじゃないかなって思うので、こうまだ夢を決めきれてない人とか、何か一つ、ね、STU48 っていうのも少しだけ考えてみてもいいのかなって思いますし、なんかね、 STU だからね、瀬戸内にいないといけないとか、出身じゃないといけないとかはね全くなくって、あの、ただ多分書類とかにね、最初の応募するときとかに、あのね、こう広島とか瀬戸内からなんか公園とかに通える人、私も1期生のときに広島にすぐ引っ越してこれる人みたいな感じだったから、全然瀬戸内じゃない地域の方ももちろんいいんだけど、ただもしなるんだったら、もうこちらにいらっしゃいということですね。なんか自分はそれがすごくなんかアイドルになりたいっていうので、すごくなんか難しいことだったっていうか、やっぱり AKB さんとかだと日常的にその秋葉原の劇場に通える人とか、どうしても東京に住まないといけない、博多 HKT さんだったとしてもやっぱり山口からっていうのは難しいから、ある程度の時にはね引っ越さないといけないっていうのが自分の中では一つハードルが高いものだったんですよ。そう、そこもしっかり考えてみてもいいと思うし、なんかめっちゃもう普通に
応募してほしいんだけど、いろんな人に。そう、でもやっぱりなんだろう、一緒に活動するからにはその子の人生になるものだから、なんかね、入ったからには STU に入ってよかったって思ってもらいたいから、しっかりなんかこう自分がなりたいものと STU が合ってるのか。なんか都会に行きたいとかだったらなかなか少しなんか、もしかしたらナイエケフィさんもおっしゃってるしね、なんかそう、それはもしかしたら叶えられないかもしれない。地元を大切にしてほしいから、都会に行きたいとか東京に上京したいとかだったら、それはいつか自分が苦しくなっちゃうかもしれないし、そう、なんか STU は地元ラブな子が多いので、もちろん瀬戸内の子はもうそのまま地元のいいところを持ってきてもらえたらいいし、瀬戸内じゃない子もじゃあなんか瀬戸内じゃないことに負い目を感じずに、それでも STU に入りたいっていうのでね、瀬戸内じゃないとこからなんか瀬戸内に引っ越してきてくれてる子もいるわけで、そうなったらやっぱりね、自然とね、住んでたらねめちゃくちゃ詳しくなるしね、なんかもう第二のふるさとみたいな感じになるので、それはもうなんかその不安は大丈夫です。めちゃくちゃいいところです、瀬戸内は。はい、いいところです。私もオーディションきっかけじゃないけど、その広島で一人暮らしを始めてめちゃくちゃ広島好きだし、でもそれまでは家族とぐらいしか行ったことがなかったけど、もうねめちゃくちゃ庭だしそうだから、なんだろうな、そう、もし STU 気になるってなった人は、なんか瀬戸内ってどういう場所なんだろうっていうのをグループのことを調べるのもそうだけど、なんかこう土地柄っていうか土地のこととか調べてみるのも、なんかこのグループが自分に合ってるのか合ってないのか知る一つの手がかりになるのかなって思います。やっぱりこれだけアイドルグループがあると、もともとコンセプトが決まってたりとか、なんか力を入れてるものがグループによって違ったりするので、そこがずれると本当に自分にとってすごくそれが辛いことになっちゃうかもしれないなぁって思います。なんか就職と同じだね就職と同じか。そう、私たち一期生はさ、もうなんか STU48 がどういうグループで作りますとか全然知らないから、なんかそういう良くも悪くも、もしかしたら一期生がそれを作ってきたのかもしれないんだけど、なんかそう、やっぱりなんか髪染めちゃダメ、ネイルしちゃダメとか、なんだろう、こうすごく表面的なっていうか、なんだろう、自分キラキラばかりできないっていうか、こうもしこんな感じで自分のしたいことがグループに
アイドルになったことでできなくなっちゃうとかあるから、そうだね、そこが自分の考えと違うと、せっかく入れたのにその活動が本当になんかね本当になんかそこばっかり考えちゃうようになっちゃったりとかしちゃったりね。ああ私はなんか運がいいことにっていうか、なんか髪を染めたいとかっていうなんか希望がなかったので、別に自分はね別にねそこは苦じゃないんですよ。そう全然あとはもちろん楽しいことはめちゃくちゃあるし、こうやってファンの皆さんと一緒に今日のベストヒット歌謡祭っていう超国民的な音楽特番に出演できることもあるけど、同時にそこにもしかしたら自分はいないかもしれないっていうのは、出た自分からは言えないっていうか、なんか自分が説明するのは少し違うような何かがきっとあると思う。それでも入りたいのか、センターしかしたくないのか、そこもなんか難しいなって思う。そう私もなんか私は年齢的に結構ギリギリだったし、歌もダンスもやってなかったし、こう自分なりにいっぱい あのそこまでね AKB さんのことを AKB グループのことを詳しく知らなかったので、考えた時にいっぱい調べたんですけど、やっぱり48グループの中には研究生のまま卒業されてる方っていっぱいいるんです。どんなに頑張ってても何年も研究生で活動されてて、ようやく昇格したっていう方もいるし、なんか自分は STU に入ってずっと研究生だったとしても入ったことを後悔しないかっていうのを応募するときに考えました。自分が選抜に入れるっていう保証もないし、オーディションに合格してもそのね、そうだけどそれでもこのグループに入りたいって思ったので、自分はその覚悟を持ってっていうか、なんだろうな、違うんです。もっと楽しいアイドルって楽しいんですけど、なんだろうな、本当になんか絶対来たことをなんか後悔してほしくないし、せっかくなんかね STU に入りたいって思って入ってもらったからには一緒にね長い時間頑張りたい、長い時間っていうか自分がやりきるまで頑張ってほしいし、そうでももちろん
なんかもう入った時からもうセンターしか目指しませんっていうのも、もうめちゃくちゃ素敵だと思うし、そのそれも覚悟だと思う。センターを目指すからめちゃくちゃいっぱい頑張るみたいなのも、それも覚悟だと思う。でもじゃあセンターしか目指さないって言うんだったら、それなりの何かなんかもしかしたら周りと違う道を進まないといけないかもっていうか、例えばなんだろうな、うん、じゃあなんだろう、人と違う努力をしたりとか、私がそんなことできてるわけじゃないんですけど、なんかなんだろうな、そう、私はそのもちろん一生研究生でもいいっていう覚悟で入って、初めてのファーストシングル、違う、初めてのオリジナル曲でセンターをさせてもらった時に、なんか自分はもう最初のセンターなんだっていうなんか覚悟があったかな。なんかもう自分は他どのポジションに行ってももうなんか上がいない位置に来ちゃったから、次どのポジションに立ってもなんかこう落ちたみたいな、プラスに絶対捉えられない、どんなに頑張っても。なんかそうだし、やっぱり最初に立つとこうなんだろうな、なんだろう、絶対味方よりも敵が多くなっちゃう世界だから、もう自分はなんだろう、そう、なんかその選抜発表された時になんかその覚悟を持たないといけなかったから、うん、なんだろうな、そう、もちろん味方もめちゃくちゃ多くって、でもやっぱりこうどうしても一番最初に前に立っちゃうと、なんか向けられる言葉が必ずしもいいものだけではないから、なんかうん、でもそれをなんか他の48グループさんとか坂道さんとかを見てて、なんかどんなに頑張ってても絶対なんでそんなこと言うのみたいな感じの言葉を投げかけられてるのを知ってたから、そう、でもなんかそうだね、うん、まあ私も私なりの覚悟を持って入って、覚悟を持ってその続けるっていう覚悟もあったかな。でももちろんその横ではきっと選抜っていうものがあって、選抜に入った人の覚悟、そのシングルで入らなかった人の覚悟っていうのもすごく見てきてるから、なんだろうな、
入った人だけが大変なわけじゃなくないし、もうなんかなんだろうな、しかもうーん難しいよね。だからね本当にね、なんかそういっぱい悩んでいいと思う。中が大好きで入りたかったオーディションが決まったっていうか、もう本当にこのあもう23時になったので、もう今すぐ申し込んでください。一緒にステージに立てるのを楽しみにしてます。やっぱりこのグループが好きって思ってくれてるのってすごく応募する上ですごく強いと思うし、なんかやっぱり好きだったら私たちのがどういう活動をしてるか、どれだけのなんか苦労があったかっていうか、どんな葛藤があったかっていうのをなんかある程度知ってくれてるのかなって思うので、そう STU はね割と見たまんまの見たまんまです。本当にみんなわちゃわちゃしてるし優しいし、なんか楽屋でめちゃくちゃうるさい時もめちゃくちゃみんな疲れて永遠と寝てる人ばっかりの時もあるし、なんかめちゃくちゃ追い詰められてる時もあるし、なんかそのみんなが思ってる、みんなが思ってるのと全然実は裏で違うみたいな子がもう全然普通にない、もう多分みんなが思ったままの思ったままの人柄なんで、みんななんかそう、そこはね全然心配しないでください。そうお年齢制限二十歳までになってるんだって。二十歳までだそうです。二十歳ぜひ待ってます。そうだね、なんか始めるに早いも遅いも本当にないと思うし、ないと思うなねえ。なんかそうだね、12歳から20歳だって。12歳帰ってくるの可愛いな。もう生まれたばっかりじゃん。私のいとこ入んないかな、ちょっと連絡してみよう。絶対ね、ね、そう、すっごいのすっごく真面目に考えるからね。あのね、そう、入んないと思う。でもすごく好きなんだよな。来てのオーディションあるよ。確かにドラさんますますややこしく、確かに確かに全然知らない人はさ同期だと思うよね。本
ページ開かないよ、重すぎる。嬉しい、いっぱい見てくれてるのかな。あー、なんかいろいろ、あとはなんか歌とかダンスとかはもちろん、なんか習ってた子は最初から上手いし、それはなんかもうそれはそうだから、それはそうだからもうね、大丈夫大丈夫だから、なんかそういうの経験してない、本当に何も知らないんだけどっていうのでも大丈夫だと思う。私もまだまだだけど、入った時よりかはどうにかなってます。はい、なってます。あとはね、ちゃんとね、基本的なところからね教えてもらえるからね、あのそう、ステップとかもね踏めなくても大丈夫です。あの何ヶ月もかけて練習したらなんか頑張れます。はい、かな。あとはそうだな、みんなもなんか親戚の子とかでなんかすごく頑張り屋さんの子だったり、なんか可愛い子だったり、可愛いってね、もうね容姿だけじゃないから、もう溢れ出る可愛さってあるからね。そうちょっとあの、そう、声かけてみて。今だからできる、今しかできない、そうだね、なんか今しかできないです。やっぱり大学とかはなんかもういつでも受かったら入れるけど、アイドルは入るのには年齢制限があったりするからね。まあ入った後は別にないですよ、年齢制限はもうないです、ないです、ないです。そうだね、だろうな。だからあとはなんか私たちってこう、なんだろうな、今すごく歌番組に出させてもらってるけど、出させてもらってるけどずっとそうだったわけじゃないから、なんかそう、もちろん今後もそうなりたいんだけど、なんかじゃなくても、なんかそこだけ、もちろん そんなありがたいことは、ね、ありがたいんだけど、なんだろうな、もちろんそこは私たちが頑張るんだけど、頑張るんだけど、なんかね、そう、でももちろんだからもういっぱい考えていいと思うよ、本当にいっぱい考えて、いっぱい考えて
いいよ。入ったら例えば高校の子とかはじゃあ入ったら高校の友達となかなか会えなくなっちゃうよ。部活に行けなくなっちゃうよ。なんか転校しないといけないよ。同時に引っ越してこないといけないよ。自分の自由時間がどんどんなくなっちゃうよ。最初はレッスンいっぱいついていけないよ。ついて私だけかそれはまあ私なんですけど、そう本当にいっぱい考えてあの子の人生のことだからね。こうアイドルはみんな実名でやってるので、自分が本当にやりたいことがなんだろうな、そう入ったらこの世界名前が残るよ。いいことも言ってほしい。ね、楽しい。なんだろうな。あのね、こうやってね、夢だと思ってたものにいつか手が届く日が来るかな。あ、そう、ドクターイエローに乗れたりするよ。歌番組に、自分が家でダラダラ見てた歌番組に自分が出る側になる時が来るよ。ファンの人がっていうのがつくよ自分に。なんか普通に生きてたらなんかね、自分を全肯定してくれる人間ってそんなにいないわけよ。仲のいい友達とかはいるけど、なんかね、自分がどこに行きますって言って旅行みたいな、私がいっぱい旅行に行ってそれに全部ついてくれ毎回来てくれてって言うのは限度があるよね。だけどそう、なんか自分がどこに行ってもついてきてくれる人がいるよ。そう、なんか自分が完成したものを褒めてくれる人はいるけど、完成する過程を褒めてくれる人ってなかなかいないよ。そうね、なんか頑張ってる途中経過をなんかうんうんって一緒に頑張ってくれるし、そうなかなか結果が全てなものが世界がたくさんあるけど、もちろんなんか結果も大事だけど、そう48グループは特になんかそれまでの過程を一緒に歩いてくれるファン、優しいファンの人が多いかな。もちろんそこに甘えてばっかりじゃダメだけど、そうだな、そうだね。あとはなんかSTUの衣装が着れます。まだまだ
なかなか数は多くないけど、ちゃんとしたオーダーメイドのお洋服が、衣装が着られます。あとはやっぱり歌って踊るのが好きな人は歌って踊れます。はい。あとはなんだろうな、 SNS が好きな子とかは、なんか私もインスタグラムとかめっちゃ苦労してるから、なんかそういうところからファンになってくれる人とかもいるから、なんかそういう写真、映える写真がめっちゃ得意とか、もう普通にグループに入ったら自分の特技っていうか個性になるよ。なかなかね、そう、私はインスタグラムちょっと3期生に教えてもらわないといけない。写真撮ってもらおう、映える写真とかいっぱい撮ってもらおう。ね、今の子の方が詳しいかもね。そうだよね。まあでも本当に悩んで見るのも本当にいいと思うから、アイドルに興味がある方はぜひとも、待ってます。一緒に輝きましょう。輝きましょう。全然私は輝いてないんですけど、一緒に活動しましょう。輝いてるよ、ありがとう。私よくね、リングフィットネスでね、よく言われる、輝いてるよってそう言われるよ。めちゃくちゃ褒めてくれるの、あれ。やったことある人いるね。そう、輝いてるよって言ってくれるの。リングフィット、そう、リングフィットはね、めちゃくちゃ褒めて伸ばしてくれるので、勇気がない方は、勇気がないっていうか、その一歩を悩んでる方は、そうだね。あ、でもなんか悩んでも、私が最終的にめちゃくちゃ悩んで、私はね、最終日のね、夜に出したんですよ。そう、めちゃくちゃギリギリまで悩んで、でもね、悩みすぎてね、あ、なんで受かってないのにこんなに悩んでるんだろうって思って、
そう、めちゃくちゃいろんな、いろんなこと、私はなんかこれができないけどいいのかとか、なんかもしこうだったらどうしようとか、不安要素はめちゃくちゃあって、めちゃくちゃ悩んでたんですけど、そうだけどね、そうだよ、別に悩んでもね。もう最終的に入っちゃったら、まあなんかだから全然そこも大丈夫なんだけど、全然に虹、あ、ループしてる？もしもし。